優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー2番 AP スピードウィズソプラ岩崎綾乃選手、おめでとうございます。完全優勝というのはこのことを言うのではないでしょうか。そして第2位となりましたゼッケンナンバー7番プロリスタモータースポーツ森田心選手、おめでとうございます。第3位、ゼッケンナンバー82番ワイプリンケン去年の日本一小島古田選手、おめでとうございます。3選手に表彰台に上がっていただきました。まずはじめに岩崎選手にトロフィーが贈られます、おめでとうございます。森田心選手におめでとうございます。小島風太選手、おめでとうございました。続きまして岩崎綾乃選手には賞金10万円が贈られます、おめでとうございます。森田心選手は賞金3万円が贈られました、おめでとうございます。第3位小島風太選手、賞金2万円です、おめでとうございます。続きましてトリプル K 賞とゲイズ賞が贈られます。トリプル K のプロケットを、そしてゲイズのバイザーを使用していました岩崎選手、それぞれ賞が贈られました。なおエアカオル賞の贈呈は3選手です。普通のタオルの 1.5 倍以上の水を吸って乾く時間は2分の1の魔法のタオルです。このオーガニックコットンのタオル、ぜひ皆さんもご使用ください。それに加えましてヤンヤンフルーツパラダイスマンゴー1キロが贈られます、おめでとうございます。プレゼンターは平響選手のお父様平慎様、ありがとうございました。それではフォトセッションお願いいたします。 2days で行われました第3戦、昨日はドライ今日はウェットで戦われました。そのような中タイムトライアルから予選プレファイト全て取っていきました。岩崎綾乃選手堂々の優勝、おめでとうございました。第2位の森田選手も今シーズンようやく表彰台獲得、おめでとうございます。小島風太選手も第3位おめでとうございました。それではインタビューさせていただきます。優勝を飾りました岩崎選手のみお話を伺います、おめでとうございます。2days でした。振り返っていただいていかがでしたでしょうか。全部予選からずっとスタートが決まってます、そこから逃げ切れていたので楽な結果で決めました。この結果はその前から予想していた通りに至りましたでしょうか。そうですね、はい、この結果をもってどんな目標とか新たなものを得ましたでしょうか。このままずっとフェスティバルの優勝を頑張ってしていきたい。これまで4連勝となっております。次もまた KZ も残っていますのでぜひ頑張ってくださいね。優勝おめでとうございました岩崎選手でした。それでは改めましてご紹介をさせていただきます。シニアマックスクラスです。優勝は今4連勝を飾っています岩崎綾人選手、第2位は森田心選手、第3位小島風太選手となりました、おめでとうございました。